ウェザーニュースキャスターの江川さえねが4月14日日曜日の天気をお伝えします。前線を伴った低気圧が接近してきます。また南からの湿った空気の流れ込みにより西日本や東日本広いエリアで雨となりそうです。特に関東から中国四国エリアにかけて一時的に雨が強まったり雷雨となったりする恐れがあるので注意が必要です。その他の地域、北陸などでも風が強まる恐れがあります。各地で強風に注意が必要となりそうです。北日本では日差しが届くと日中は日差しのぬくもり感じることができそうです。また九州、雲が広がりやすいんですが福岡では予想最高気温が20度、過ごしやすい陽気となりそうです。以上、天気の方を確認していきました。それでは素敵な夜をお過ごしください。